皆さんおはようございます。ナンバーワン経営大学、ナンバーワン経営トレーニングジムの西村健です。今朝久しぶりに、走ってきました。実は4月ぐらいからあんまり走る気にならなくて、もう一つは夏になると、忙しかったのと、それと暑いっていうことで、全然走っていませんでしたが、今日は久しぶりに走ってきました。走りながら考えたことがいくつかあるんで、動画にしてみたいと思います。まずは勉強会の名前を改めて考えてみました。というか勉強会自体の、打ち出し方っていうんですか、提供するものを改めて明確にしてみました。で、今まで西村ゼミとか、単に経営塾とか呼んでいましたが、やはり私はナンバーワン経営、ジムではないかなと思っています。で、この戦略社長ジムっていうのは昔、思いついてつけた名前です。今使ってなくて、他の勉強会やってる方が使っていらっしゃいます。で、ジムっていう言葉にしたのはやっぱりトレーニングジムっていう考え方なんです。というのは、戦略っていうのはある程度トレーニングしないと変わらないからです。戦略基礎体力っていうんですか、戦略の基本的な能力をやります。1回2回の講演会や本を読んで実践に移っていないのは、その戦略の基礎体力、基礎能力がないからです。ある意味では戦略脳がないからです。思考的に発想することができなかったら、戦略っていうのはなかなか実行に移すことはできません。そういう意味ではそのような戦略能力をトレーニングするジムなんで、それもナンバーワンになる経営を紹介する。で、ナンバーワンっていうとすごく大手一流企業と取る方いらっしゃいますが、ナンバーワンっていうのは大手でなくても景気に左右されず発展し、存続し続ける会社ですね。また業績を上げる会社です。そういうものを作っていくためのトレーニングジムということで、勉強会をさらに進めていきたいと思います。で、前々回から3回単位にしました。3ヶ月単位ですね。それはやっぱり3ヶ月ぐらいやらないと成果が出ないからですよね。そして成果が出てきた方は続けていらっしゃるわけです。なぜかというと、戦略トレーニングっていうのは、それは戦略のコツをつかむためと、もう一つは自己鍛錬になります。そんなことで、トレーニングジム、戦略トレーニングジムということで、ナンバーワン系戦略、ジムという形でやっていこうというふうに考えた、今朝のジョギングでした。以上です。